僕らは J リーグに上がるために頑張ってます。レンタル移籍って何ですか？プロは諦めた方がいいだろうな。頑張っている人たちを応援する番組キキュウです。本日 MC を務めさせていただきますモデル芸人の星役エレノドデーンス、お願いします。はい、では本日は大阪に来ております。本日のゲストはこのお二人です。お願いします。お願いします。それではそれぞれ自己紹介を。FC 大阪サッカーチームなんですけど、こちらで広報してます木口と言います。よろしくお願いします。お願いします。同じく FC 大阪の、選手やってます武田太一と申します。お願いします。なんかおととい試合に勝利されたみたいですね。そうなんですよ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あと何回勝てばいいんですか？何回勝てばっていうのはまだないんですけど。ないんですね。 あと残り試合は5試合。5試合5試合残り残ってます。あ、11月20日が最終戦で最後になります。11月20日までに5試合あってが残ってますと、はい、これで、まあ、ちょっと対戦相手にもよるんですけど、3回勝てば、まあ、硬いかなっていう予想です。昇格にだいぶ近いかなって、はい、それ誰が決めるんです、はい、君たちいいね、来ちゃいなよ、来ちゃいなよ、 You J3 来ちゃいなよみたいな。まあ、サッカー協会ですかね。がジャッジする。ジャッジ、そうですね。まあ、基本その順位で決まってて、順位、まず4位以内に入るっていうのと、その中で You J3 来ちゃいなよ、資格あるじゃんって言ったチームの上にチームが上がれるっていう。あとはもう一つ条件があって、観客動員数ってところで、ホーム試合が今までも何試合もやってるんですけど、全部で15試合あって、はい、それで全部で3万人の観客を集めたら勇気ちゃいなよで引っ張ってもらいます。ファンの数もいるんですか？そうなんです。そういうところがあるなんて初めて知りました。ですよね。日本のプロサッカー階層とかよくわかんないんですけど、はい、教えていただけますか？僕たちは JFL っていうカテゴリーなんですけど、みんながよく聞く名前のところは J1、まあ、ガンバ大阪であったり、セレッソ大阪、最近イニエスタが入ったヴィッセル神戸であったりっていうのが J1 っていうカテゴリー。それが1、それが1、はい、まあ、トップリーグなんです。ほう。で、その下にもう J2 っていう、その1個下のカテゴリーなんですけど、ここもでも全然強いチームもめちゃめちゃありますし、徳島ボルティスっていうチームからレンタル移籍って形で、レンタル、はい、期限付き移籍って形でそんなのあるんですか？ FC 大阪に来てるんですけど、その徳島、はい、徳島です。どこは J2 になります。あ、2。昨年まで J1 にいたんですけど、ちょっと降格しちゃいまして、今ちょっと J2 で、その下に J3 っていうチームがありまして、でそこが僕去年長野パルセイロっていうチームにいたんですけど、そこは徳島の時から今ここにいますけど、去年は徳島ボルティスから期限付きで長野パルセイロっていうチームにいたんですけど、それが J3 のカテゴリーになります。僕たちの、カテゴリーが JFL っていうチームなんですけど、じゃあ 1,2,3,L 1,2,3 までが J リーグです。ほう、はい、ジャパンリーグ。そうですね。そうですね。でその下の JFL っていうのがアマチュアの中でトップリーグに、そんなにいっぱいあるんですか、サッカーって。そうなんです。僕らは J リーグに上がるために頑張ってます。頑張ってる、ね、一個ずつこう上がっていく。じゃあ次行けたら J3、 はい、J3 です。レンタル移籍って何ですか？そう、サッカー難しいところで、まあ、借りてるんですよ。その徳島ボルティスっていうのに所属はされてるんですよ。今現在所属されてるんですけど、まあ、そこから、まあ、ちょっと怪我とかもあるので、すぐにその J2、 今いる J2 の徳島ボルティスで試合出れるかちょっと分からないですし、うん、試合にまだ慣れてない状態が続いているので、別のところでサッカーしてきなみたいな感じで、まあ、練習も含めてね。そうですね。でそれをしながら広報活動もしてくださってるという。そうです、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらからすると本当にじゃあ武田さんはいつからプロサッカー選手をされてるんですか？はい、僕大学卒業からなんで一昨年ですね。皆さんそんな感じなんですか？他の高校からプロになる選手と。あ、それは野球と一緒。そうです、うん、いますね。じゃあ武田さん自体はどうやって考えられたんですか？僕は高校ではプロになれなかったんで、はい、大学に行って大学4年間を経てそのまま、引っ張ってもらってプロになったってことです。引っ張ってもらって徳島に、はい、そうです、行ったってことですね。はい、なんかその人生の中でしんどかったこととかってあります？はい、それを言えば大学の僕5月の末に怪我したんですけど。大学何年？4年の時の5月に怪我して、でその怪我が前十字靭帯っていう靭帯を
切っちゃって、一番でかいやつです。そう、あの膝の靭帯なんですけど、でそれを切れちゃうと半年ぐらいかかるって言われるんですよ。この靭帯ってあの他のところから腱を引っ張ってきて入れないと無理なんですよ。でそれで半年かかるって言われて、5月末に怪我したんで、そこからなんかトップチームどっかの J リーグチームに練習参加とかさせてもらおうと思ってたんですけど、それもできなくなって、まあ、プロ諦めた方がいいだろうなって思ってたんですよね。でそれで諦めようかなと思ったんですけど、はい、まあ、今の徳島ヴォルティスが引っ張ってくれて、まあ、なんとかプロになれた。じゃあちょっと話を戻すんですけど、はい、今回このプロサッカーチームを目指す FC 大阪さんがこの万博、大阪関西万博チームエキスポに登録されたということで、そのなんかきっかけとか理由を教えていただいていいですか。もともと FC 大阪が2018年に大阪府と、はい、あの連携して、包括連携協定を結ぶ出るんですね、はい。まあ、地域社会の課題であったりとか、あの SDGs に関しての取り組みっていうところをこうずっとその時からやってるので、はい、まあ、その流れで今回のエキスポさんの方にもあの入らせていただいたっていう形です。はい、FC 大阪さんとして、はい、じゃあその地域の方々のために力を入れてるっていうことあるんですか。まあ、いろいろやってはいるんですけど、例えばその保護活動でいろんなところに行かせてもらうので、はい、まあ、もちろんそのサッカーに関してだとその地域でやってるイベントごとに参加させてもらったり、そのもうキャーキャー言われるんじゃないですか。キャーキャー言われますね。武田さんは言われてますよ。言われやっぱ子供に人気なんです。はい、言われてます。イベントに顔を出す。顔を出したりとか、そのサッカー教室って感じでやらせていただいたりとか。それは東大阪市だけですか。もっと東大阪市が多いのは多いですけど、でもそれ以外の地域でも行かせていただいてます ね。あ、じゃあ来てっていう人いったらいいですか。基本的に僕らは問い合わせ大歓迎で行きますけどね。ぜひ来てっていう方々いらっしゃいましたら、はい、ぜひ FC 大阪にご連絡ください。ありがとうございます。ではあの2025年の大阪関西万博に向けてなんですけれども、それまでにどうなっておきたいなみたいな夢はありますか。まあ、25年ってことは今年23年後ですね。はい、3年後なんで、J3、J2、J1、 MAX J1 まで上がれるんで、あと3年、はい、3年あれば、ほうほう、まあ、できれば J1 の舞台で、それこそ大阪ダービーがいつもセレッソガンバだったんですけど、プラスして FC 大阪が一緒に大阪ダービーって形で2試合できたら楽しいなと思います。3つ大阪が出ちゃうってことですね。はい、そうです。そしたら大阪も盛り上がると思いますし、まあ、よりなんかサッカーが好きな人が増えてくれたらなと思います。木口さんはいいですか。はい、あのそうですね、どんなことに取り組みたい。まあ、今武田さん選手が言っていただいた通り、やっぱ J1 の舞台で広報チームとしてあの場所に立ちたいなと思いますし、もっともっといろんな人に FC 大阪の魅力を伝えたいと思っているので、今 SNS でインスタグラムであったりとか、Twitter とか、まあ、もちろん私たちもやらせてもらってるんですけど、そこで J リーグの中で一番フォロワー数の多いチームになりたいなと思ってます。わー、はい、ちょっとまだまだ先の話なんですけど、いいじゃないですか。そうなんです。そこでそれ1取れればきっともうなんかこのユニフォーム着てたら街の皆さんキャーキャー言ってくれるかなと思う。いいですね。では最後に、我々の気球チームっていうのはそうやっていろんなところで頑張っている人たちを応援するっていうあのアプリがあって、はい、頑張ってる人がみんなそこに投稿して、でそこを見て応援して自分も頑張ろうって思えるようなあのプラットフォームなんですけれども、はい、武田選手にとってその人ファンとかからの応援っていうのはどんなものですか。そうですね、まあ、それこそ僕が怪我している中でもずっと応援してくださるファンの方や、あとはそのチラシ配りの時にあの徳島の時から応援してますって言ってくれるファンの方であったり、大阪でそうですね、そういらっしゃったりするんですよ。結構全国にいるか分かんないですけど、いろんなところから応援してくださってる方々がたくさんいると思ってるので、その方たちのことを考えながらやっぱサッカーしてるとなんかみんな応援してくれてるから頑張ろうかなとか、やっぱり力の源になるなっていう風にはすごい感じますね。力の源です。じゃあ私も武田選手と FC 大阪を応援していきます。はい、ありがとうございます。最後に J3 に向けての意気込みと FC 大阪の宣伝をお願いいたします。あと5試合ですかね。そうですね、あと5試合、はい、まあ、難しい試合にはなってくると思いますけど、はい、やっぱ全員チーム一丸となって、それこそあの選手たちだけじゃなくこの広報
であったり、やっぱ事務所のみんなと全員チーム一丸になって、昇格に向けて頑張っていくので、皆さん応援よろしくお願いします。任せてください、はい、僕らその試合の最終節が11月20日の日曜日が、はい、今シーズン最後の試合になります。クライマックス、クライマックスです、はい、もしかしたらその試合で昇格が決まるかもっていうところがあります、はい、成績はもちろんですけど、先ほどお伝えしたお客様の数、あ、そうですね、観客動員数がおそらくそこの時点まではまだ達成は多分できていない状態だと思うので、はいはい、最後のその試合でどれぐらいのお客さんが来たかによって確定になると思うんですよ、はい、なので11月20日、我々の本当のホームグラウンドである東大阪の花園ラグビー場第1グラウンドで試合をさせていただきますので、はい、ぜひ皆さん会場に来ていただいて、その瞬間 J3 昇格のその瞬間を一緒にこの場所で味わいたいなと思うので、ぜひ、ね、皆さん来てください。お願いします。お願いします。その SNS もぜひチェックしていただければと思います。はい、ぜひ皆さん SNS で FC 大阪さん、皆さんのね、あの裏の方も、表だけじゃなくて裏の方々の活動も見れると思いますので、ぜひご覧ください。では本日は FC 大阪さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。